た作成から始めます。の出生地ですね。いろいろあるんですが、まず最初はドラコレンコ。これはまあはっきり言って第二次世界大戦の時の日本、大日本帝国をモデルとした国ですね。基本的には悪役です。次、自由世界同盟マリック。まあ民主的とは書いてあるんですけど、この五大王家はほとんど民主的とは言えません。モデルとしては分裂した旧ソ連って感じですかね。次、構成連合ダビオン家。そうですね、アメリカでしょうかね、どちらかというと。まあそれでも時代背景があって貴族性があるんで、それほど民主的というわけでもないんですが。次、ライラ共和国シュタイナー家ですね。とにかくメックは物量、重いやつで物量で攻めるというモデルとしては昔のヨーロッパ共同体 EC ですかね。あるいはまあ欧州連合でしょうか。次、カペラ連合リアオケ。五王家、主要五王家の中では最弱ですね。モデルとしてはインドといったところでしょうかね。統一生態か、基本的にこの国は女系国家ですね。幹部および、総首長は全部女性になってます。その分技術的なのは確か少しは進んでるんだったかな。ただまあそれほど、そうは言ってもあくまで辺境の一戦隊ですね。まあ強いて言うならアフリカのアマゾネスとそんな感じでしょうか。次、タウラス協定連合。
辺境国家における軍事大国とも書いてありますね。死で言うなら、イラン、あるいは北朝鮮といったところでしょうか。この辺りになると、もう完全に田舎ですね。何があるかわからないような場所です。で、ここにですね、青函連盟とあるんですが、これが重要です。オープニングでもありましたように、スターリーグと呼ばれるものでして、5号機に分裂する前の統一政体だったんですが、内乱により分裂、青函連盟は崩壊し、5号機に分かれて、しまいましたと。その5号機に分かれたこの国、ドラゴン連合、自由世界同盟、構成連邦、ライラ共和国、カピラ大連邦国、5つに分かれて数百年また、戦争をすることによって、技術が衰退したというバックストーリーがあります。そして気をつけてほしいんですが、このスターリーグが崩壊するときに、スターリーグディフェンスフォースと呼ばれる防衛軍がですね、地球に見切りをつけて、とか遠くの星へ行ってしまいました。それ以降全く消息不明となっております。その数百年後というが今の話となりますね。これは非常に重要なキーワードになります。そのあたりはここに書いてありますかね。青函連盟もおそらくその当時の主張アレクサンドル・キレンスキーが SLDF、 これはスターリーグディフェンスフォース、その人員と資産の 80% に中心領域が離脱して二度と戻ってこなかったということになりますね。どこの国に所属しててもいいんですが、まあ、私もあまり知識がないもので、昔のバトルテクの知識がないもので、これにしますかね。ど田舎から来たということで。16歳の誕生日の後にどうなったか、シーフォー独立、破産、
どれを選んでもいい。やっぱこの能力値が変わるっていうだけですかね。あ、ちなみにこのブラックジャックってのは、そういう期待ということですね。あれだか。追放か裏切り、どうしましょう。追放にしたってことにしましょうかね。まあ感動を受けた人間、感動されたってとこでしょうか。出世ですね。富谷原の京、この人に使える、王女様に使えるようになったってことですかね。
Command interface initiated. したということですね。ただ急いで修理されてたということ。その後野外試験を行うと、チュートリアルですね。I'll come right out and say it, kid. I wasn't completely honest with you the other day.There's gonna be more to this job than escort duty. エッグは移動先を指定し、その後どこの地の方向に行くかと指定しますね。ここにダミーがいますね。じゃあまだ分かりませんけど、とりあえず真正面に歩いてみて、真正面に行きましょうか。Something's off, and a warrior trusts their instincts. どう狙うか。破壊すればいいんですが、破壊方法は何種類かありまして、頭部を破壊する、あるいは胴中を破壊する、あるいは両足を折る、これが相手の劣化行動を通す理由と思います。劣化は骨の部分、シャーシ部分、走行部分があって、それぞれ覆われてるんですね。背面は背面の方は薄いんですね、そこが。1しかないですね、このところ見るとね。1、1と。じゃあ正面だと。どっちでしょう、かなり溺れなんでしょうね。まあ、とりあえず。修理したけど、機体も動くし、武器も作動したんで、まあ明日の方でしょう。まあ王女様付きになってるわけですね、隊長は。ああ自分もそうか。Like a daughter to me, and her late father, High Lord Tamati, was a good friend.
の中に隠れてるから足りづらいでしょうね。命中率が上がってます。これは中距離レーザー。オートキャノン。これは弾薬があるやつ。じゃあレーザー。ちなみにですね、先ほど撃ちましたが、このゲーム、武器を撃つと、熱が溜まってくる。が溜まるすぎるとあるっていうゲージを越すと様々な不具合があります。動けなくなる、打てなくなる、その程度だったら、まあ、まだましたんですけど、そのうちこの武装してる弾薬が誘爆するなんてこともあるんで、まああんまり熱くならない程度に打つと。使えてる王女様が体感せざるを得なかったということですね。Victoria pulls no punches, but she's been a loyal companion to Kamea since they were kids. Aside from you, there's no one I'd rather have by my side in a fight. どう走るだけじゃなくてジャンプってのもあるんですね。ちなみにジャンプしますとですね、空にこう行ってるんで、その後着地するもんですから、どう向きを変えても自由なようにできるという、メリットがあります。もちろんその障害物を超えるというのもありますけどね。Yeah, I was afraid of that. Jump jets build a lot of heat, and that was more than your engine could handle. Head on into that water. We need to get you cooled off. つまり先ほどからバンパーを打ちまくって、その上ジャンプジェットでジャンプしたもんですから熱がバンバン溜まってるということになります。ご覧の通りですね、熱がもう加熱状態になりますね。これは非常に危険なんです。というわけで、この水の中に入ると放熱能力が 50% 上昇する。つまりまあ水辺で行くとバンバンこちら撃てるという最も防御能力、回避能力が水辺ではまあないのでですね、まあどちらを取るかはその状況によるということになりますね。まず水辺の中に入っていきましょう。あれ、ジャンプジェット壊れましたね。で修理したからまだ治ってないということでしょうか。というか今度は殴れと。I want to know that your mech can maneuver. ま
ましてあ、これがさっきの自分の上司ですね。1個はですね、その先ほど歩くとジャンプ、歩く、走る、ジャンプとあってですね、まあ、歩くより走ってる方が避けやすいってことですね。まあ、もっとも、命中もしにくくなるんですけど。よし、避けた。まあ、さっきからなんか、胸騒ぎがすると言ってるわけですね。An impressive display, Sir Raju. Of course, this mech warrior was a student of yours. I'd expect them to know their way around a cockpit. Haruk んじゃなくて走ると。そうすれば移動距離もあって見せるということですね。かなりの腕前を持っているんでしょうか、ビクトリア。Mission successful.